皆様おはようございます。現在気温は2度、空はですねまだ夜なので分かりません。現在時刻4時50分でございます。夜行バスからね、放出されたわけですが、やっぱりねこの時間に放出されていいことっていうのは朝をすごく長く感じられるっていうことですかね。はい、まあ、こんなことはどうでもいいんですよ。僕が現在いるのはですね、名古屋笹島ライブっていうところです。名古屋駅降ろせやっていう感じなんですけれども、はい、ということでですね、僕はですね現在名古屋に着いております。なぜ名古屋かと言いますと、わかりますかね皆さん。そうです、藤井風さんのライブがあるからです。でもお前チケット1枚もなくね。そうですそうです、僕1枚もチケットないんです。ですがなんか宮城、福岡、埼玉と説明してったら名古屋も行った方がいいんじゃねみたいな、ちょっとよくわかるテンションになっちゃって、もうノリで来ちゃいましたよ。朝から元気でしょう。こんな感じでやっておりますが、まあもう来てしまったからには皆様に有益な情報とかで、もしよかったら会場近くでお会いできればなとかって思ってます。寒い、普通に寒い。最中の歌まだ消えない、はい、ということで名古屋駅ね到着しました。名古屋はね11月に1回来たので、結構ね名古屋駅周辺っていうのは土地感あるんですよね。ここどこ。はい、ということで本題に入っていきましょうかね。これからですね名古屋駅から、ポートメッセ名古屋までの行き方を紹介していきたいなと思います。こちら運賃表となっております。名古屋駅から終点のこの金城埠頭というところまで行きます。360円で行けます。 IC カードのオートチャージ機能がなんか使えないらしいので、ちゃんとお金チャージしてから入ってくださいということです。そして当日は、混雑が予想されますので、結構早めに来てくださいねっていうお知らせもありました。すいません、はい、ちょっとお聞きしたいんですけど、青波線って改札ってここしかないんですか。ここですね、こことすぐそこの JR との連絡会で。ああ、なるほど。改札って言えばここ、ね、あ、わかりました。すいません、ありがとうございます。
はい、ということでポートメッセ名古屋到着いたしました。ですね、こちらが第一課、風さんはこちらの会場で、ライブされるそうなんですけども、第2展示場、第3展示場っていうのもあるので気をつけてください。こちらです。第1展示場で行われるようです。それじゃあね、これからあのおトイレ情報とか、あの周辺施設の情報とかいろいろ調べていきたいなと思います。まずはトイレ、近場から2つ紹介していきます。こちらの歩道橋を曲がります。こちらのコンベンションセンター、コンベンションホールっていうところに1階と2階にお手洗いあるそうです。でこちらにはですね、フードコートがあるので、ここでご飯を食べてもらえるかなと思います。次行きましょう。こちらにも先ほどのコンベンションセンターの入り口があります。はい、こちら交流センターというところらしいです。こちらにはですね、1階の南と北にお手洗いが1つずつあるみたいです。はい、続きましてこちらからですね、別方向のメーカーズピアっていうところのトイレの道案内していきます。ここまっすぐ行くと金城埠頭の駅に行きます。で今回行くのはこちらの歩道橋を渡ります。はい、こちらがメーカーズピアという場所になります。トイレがいくつかあって、こちらのウェルカムセンターというところに一つあります。ここですね。そしてここにも一つ、そして端っこにここに一つ、喫煙所と一緒にあります。すごいね、めちゃくちゃカラフルでいろんななんか可愛い建物がいっぱいあって、目の前にはレゴランドがありますけど、キッズと来られる方とかはね、待ち時間とか大変だと思うんですけど、ここがあるので全然待ち時間も耐えられるんじゃないかなと思ってます。台湾混ぜそばとかステーキとか、そこにレゴランドありますけど、大人が来てもね、お昼ご飯とかしっかり食べれるところになっているんじゃないかなと思います。こちらの噴水では10時から1時間ごとに噴水のショーがあるらしいですよ。皆さんぜひ見ましょう。先ほどのウェルカムセンター、右見たら階段があって、こちらにですね、大型の駐車場があります。金城埠頭の駐車場となっております。なんかめちゃくちゃでかくて5000人ぐらい
5000台くらい止めれる駐車場らしいので車でも安心ですね。値段は1時間につき500円、まあライブ行かれる方は1日止めると思うのでおそらく休日なので1500円になるかなと思います。こちらの駐車場にもねトイレがあるんですけれども、名古屋のホームページ、ポートメッセのホームページによりますと近隣施設の使用はご遠慮くださいって書いてあるので、まあちょっとその辺はお任せしますが、駐車場使っている方が使えばいいのかなと思います。そしてこの駐車場の横には、ファニチャードームっていうのがあるんですけども、これファニチャーなのでなんか家具とかの専門店が多いのであまりフードコートとかはあるにはあるかもしれないんですけど、ここで時間を潰すのはまずできないかなと思います。なので基本的にこちらのメーカーズピアか、あとは電車で違うとこに行くかっていう選択肢になるかなと思います。すごい雰囲気良かったんだけどちょっと足りなかったので、もう一軒行きたいなと思います。美味しかった。エビフライめちゃくちゃサクサクしとってね、包み込む卵がねさらに美味しさを増してくれておりました。はい、どういう意味ね、この、風さんのライブ始まりますが、皆さんが何かちょっとでも役に立ったらいいなと思います。それでは皆さん楽しんできてください。ありがとうございました。バイバイ。